はい、こんにちは、りほこです。はい、今回はですね、いつもと違う動画になるのですが、まあ、3月にもなって、4月もあと少しになりまして、新しい季節っていうことで、まあ、いろいろね、4月からなんか頑張ろうとか、ちょっと気持ち切り替えようとかいう気持ちが私にもありまして、個人的に、占いをね、結構ガチめに行こうかなって思ってたんですよ。占いめっちゃ信じるタイプっていうわけではないんですけど、なんか参考程度にちょっと聞きたいなって思っていて、本当に手相占いとか、生年月日だったりとか、そういった占いとか行こうかなって思ってたところ、今回ですね、なんと占いの案件が来まして、ありがたいことに。はい。で、電話で自宅で占える民電占いっていう占いなんですけど、今回はこちらで、せっかくなのでね、乙女ゲーマーの恋愛運などを占ってもらおうと思っております。個人的に気になるのが、まあ3次元の恋愛運。めちゃめちゃ久しぶりに3次元で恋愛していて、もう6年ぶりとかそんぐらいになるんですけど、なので恋愛運と、まあもし時間があれば全体運、まあ YouTube の活動だったりとか、そういった運気みたいのをなんか占ってもらえればなぁと思っているのでよかったら結果どうなるのか見ていただければなと思っております。というわけでですね、今7時54分なんですけど、8時に私予約をしていて、スマホからね予約取ることができるので予約してるんですけど、なので8時になったら電話がかかってくるはずなので、ちょっと待ってみようと思います。今8時になりましたので、多分そろそろねかかってくるかと思います。やばい、なんか緊張してきた。かかってきました。出ますね。民電の山田でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、恐れ入ります。お名前様をフルネームで頂戴してもよろしいですか。はい、はい、今日はどういたしましたか。今日は、恋愛運がちょっと気になるなっていうのと、あとは、まあ、大体今日電話25分くらいでお願いしたいんですけど、はい、うん、はい、大丈夫ですよ、はい、でもし時間があれば、YouTube 活動をしてるんですけど、そういった運気みたいのもちょっと気になるなと思ってます。はい、わかりました。はい、じゃあまず恋愛運っていうところから見ていきますけれども、はい、今例えば好きな方とか、そのなんかこう気になる方とか、お付き合いされてる方とかっていうのがいらっしゃるのかな。あ、そうですね、付き合ってる人がいまして、で、ずっと恋愛をしてなかったので、本当大人になってからしてなくって、すごい久しぶりなので、今後どうなるかっていう、今後の運っていうか、年で今27なんですけど、なのでまあ将来的にも結婚とかそういうのとかどうなのかなっていう感じです。はい、わかりました。じゃあ彼氏とのこれからとか、そういう、まあ、彼氏との、まあ、自分のざっくりとした恋愛運プラス、はい、彼氏とのこれからっていうところで見たらいいですね。はい、お願いします。はい、質問が、はい、じゃあまず3つあります、はい、でまず1つ目が、今の彼氏ね、この彼氏と出会ったのがいつぐらいで、そしていつぐらいから付き合ってるか。はい、出会ったのが2年前の12月くらいですね。で、出会いは2年前、2020年の12月。はい。はい。あと、何でしたっけ、あと。あとは、いつから付き合ってるか。ああ、3月です。はい。わかりました。12月に出会って3ヶ月後か。はい。21年の3月から付き合ってるのね。はい。じゃあ、ちょうどね、1年か。あ、今もうそう1年経ってもうすぐ2年くらいですね。あ、そうですか。はい、あ、もうすぐ2年なのね。はい、はい、わかりました。じゃあ、彼のお名前様をフルネームじゃなくても大丈夫なのでいただいてよろしいですか。はい。あ、フルネームじゃなくていいんですか。いいですよ。はい、言える範囲で。はい、ありがとうございます。お気持ちだったりお二人のご縁を見ていきますので、はい、まあね、お付き合いしてるから、まあ、気持ちっていうのは好きだろうけれど、もちろんね、ただまあこれからのこの結婚も含めてのご縁っていうところね、はい、で二人が住んでるところ
県をください、はい、それぞれ、はい、私は神奈川に住んでいて、うん、で彼は静岡です、うん、はい、静岡と神奈川ね、はい、うん、はい、ありがとうございます。うん、はい、じゃあね、これで見ていきます。で、まずは、はい、歴とあと、まあ、いくつか戦術も使ってみます、はい、まずはこれで見れるので、これでまず見ていきます、はい、じゃあこのまま少々お待ちください、はい。ごめんなさいね、お待たせして、ね、大丈夫です、ね、まあ今見たんですけど、まあなかなかよく言えば個性的で我が道を行く彼氏だけれども、はい、悪く言うと、うんうん、なんかもう手こでも動かないっていうか、こう俺が決めたことだから、こう俺が今こうだからみたいな、こう、うんうん、なかなか思い通りにはならないような感じの人に見えるんだけど、うんうん、付き合っているから、もう今もう2年だから、例えばそろそろプロポーズしてもらいたいなとか、うんうんうん、例えば3年ぐらいで結婚したいっていうふうにあなたが思っていたとしても、うん、彼は俺は俺の考えあるからみたいなね、うんうんうん、そんなところはある。ただ一つ言えるのは、あなたを選んで、そしてこうやってもうすぐ2年ってね、おっしゃってたけど、はい、これだけの長い時間を付き合えているわけだから、はい、彼にとってやっぱりあなたはとても大切なあの存在だと思うわよ。あ、はい、でも彼の中では、なんていうかな、ちゃんと例えばこのまま付き合ったら、うんうん、結婚する相手がこの子なのかなっていうのは感じてると思いますよ、この感じだと。なるほど、うん、でまあ、どっちかっていうと仕事ができて頭の回転が早い、うん、あの優秀で有能な男性が好きなので、あなた自身が、まあ、そういう人と、まあ、結婚するだろうし、でも結構まあ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 喧嘩とか、そのなんていうの、ちょいちょいしてきた感じするんだけど、どうですか？あんまり喧嘩っていう喧嘩は、うん、実はしたことがなくって、でもちょっと指摘するくらいで、喧嘩にはなったことは今のところないです。うんうん、あ、じゃあやっぱり横台されてるんですね。例えばその6月以降からか、2022年の6月以降ぐらいからだんだんその恋愛、この今している恋愛が、例えばあのプロポーズされたり結婚っていう方向に、そういう縁がつきやすいんですよ、これから。だからそういう意味ではすごいチャンスがやっとこれから来るなと。なので大事にしていけば、もちろん結婚とかまで行くんじゃないかな、はい、あ、そうなんですね、うんうん、結構来年とかあたりにプロポーズとかされるんじゃないですか。なるほど、うん、すごい大事、今の時間大事ですよ、うん、そういう感じです、はい、あ、わかりました、うんうん、ありがとうございます、はい、であと仕事、うん、はい、で YouTube はいつから始めてるんですか？ YouTube は3年前くらいです、うん、なるほど。で、もうそっからずっと YouTube 一本？いや、ではなくて、今でも一応仕事はしてます、うん、あの普通の仕事はしながら YouTube やって、うん、YouTube の仕事もやりつつっていう感じですね、うんうん、じゃあゆくゆくは、まあ、YouTube だけでっていうか、その YouTube だけっていうか、まあ、いろんなそういう、いろんな発信をしたりっていう表現をしたりっていうことですよね、うん、そうですね、まあ、仕事は普通のはやるかなとは思うんですけど、うん、まあ、この活動を、うんかどう、そうですね、向いてるのかどうかとか、うん、3年やって今から今向いてるかどうかを聞いてくるの？そう、なんだろう、まあ、今聞くの？それ3年もやって、そう、なんかいつの間にか3年経っちゃったけど、そういうなんか占いとか運勢的にはあんま聞いたことなかったので、うん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 、なるほど。好きなことだったり興味のある分野であれば才能を伸ばせる人なんですよ。自分が興味のある、あの好きなことである、それを表現するっていう部分で言うと、あの才能はあると思いますよ。向き不向きで言うと向いているとは思います。だけど、はい、あの、うん、ただなんていうのかな、間違った方向には行ってない、今見たら、はい、だからうん、この方向性は間違ってはいないので、はい、あのでもだからといって2019年から始めて順調に来たわけじゃなく、うん、ね、去年ぐらいからちょっとあの伸びてきたのかな、まあ、もしかしてかもしれないです ね、今やっているその表現だったり、その YouTube の活動、ただ YouTube だけじゃなくてね、これからいろんなことも含めて、はい、あのやっていくっていうのはそれはいいと思いますよ。
はい、もし、はい、結論から先に言うと、この YouTube だったりとか、 YouTube だけにこうとどまらなくてね、他の、まあ、いろんな他のあるじゃないですか、はい、インスタグラムとかも含めてね、ね、そういういろんなことをやっていく中で、そのすごく情報収集能力が高い、そうやってみると目の付けどころすごくいいかなと思いました。情報収集能力の高さっていうのが非常に優れているので、でここだけね、今西洋先生術で見ました。で今までの恋愛っていうのは、霊視、そして人生 の結婚だったりとかね、あと仕事の運気だったりっていう部分では東洋先生術で見てます、はい、であなたの才能とかそういう情報収集能力の高さとか、はい、あなたのその表現の仕方がこうとてもこうスピード感を持って、どんどんこうなんていうのかな、割とだから割とこうYouTube の、はい、そのいろんなのをアップするのも割とこうポンポンアップできてると思うんだ。このやり方がとてもあなたに合ってるからすごくいいと思いますよ。これは、西洋先生術ってここだけ見てるんだけれども、うん、ちょっと今早口で喋ってます、はい、時間ないんで、はい、でもあなたの頭脳だったらついていけるから全然早口で喋るけど、はい、うん、だから非常にそれは向いている、うん、で同じ YouTube をやるんでも YouTuber でもいろんな YouTuber いるけれど、うん、例えばあなたの場合の一番そのファンを増やすための、ね、ファンを増やす YouTuber としてファンを増やすっていうことを考えると、やっぱり解説だったりとか、うん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 、いろんな角度から見て、ですごくそれを上手に解説できる能力が高いから、はい、解説系の YouTuber だったらうまくいくと思うよ。ああ、そうなんですね、うんうん、いろんな YouTuber さんいるじゃない、はい、解説をする方じゃなくて、うんうん、ね、なんかこうやってみせるみたいな人いるけど、うんうんうん、あなたはどっちかって言ったらもう本当に情報収集能力が秀でてるから、はい、もう情報として与えるっていう形でやっていくのが一番いいと思う。あ、わかりました、うんうん、今ねちょうど23分、はい、質問ありますか？あ、いや、いろいろ教えていただいてありがとうございます。はい、うん、すごくね、いいセンスと、はい、あとすごくいい才能を持ってる人だから、はい、うん、だから自分の道を信じてやりたいようにやった方がいい。 あ、はい、あなたはとてもいいセンスをお持ちですよ。 ありがとうございます、はい、応援してるから。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、失礼します。はい、はい、はい、失礼いたします、はい、応援してます。 ありがとうございます。はい、はい、失礼します。はい、という感じで占い終わりました。だいたい25分ですね。最初に25分ぐらいっていう感じでお話しして、ちゃんと時間通りに25分で終わらせてくれて、最初にまあ恋愛運だったり YouTube の運だったり占いたいって言ったのも、まあ、ちゃんと時間通りにやってもらえたっていう感じでちょっと緊張しちゃって、私はいとかうんしか言ってないですけど、ね、結構勇気づけられる言葉もらえたりとか、恋愛に関してもね、このままね頑張っていこうと思いました。はい、 YouTube もね、これで向いてないからやめた方がいいよとか言われたらちょっと困るなとか思ったんですけどまあいい感じということで、私はこのまま頑張っていこうかなと思っております。という感じでですね、今回占ってもらったんですけど、ぜひ気になる方、この概要欄の方に3000円クーポンなどもありますので、ぜひ今年の運気気になるなとか悩み事あるなって方は占いやってみてください。結構元気が出るかなと思います。はい、今日は以上になっております。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。